全然こっち向かないんだけど、なんだこいつ。あ、あ、来た来た来た。はい、じゃ、私か、本当に。私じゃないし。はい、皆さん、こんにちは。今回もマインクラフト実況やっていきたいと思います。今回遊んでいくワールドは、こちら。はい、エンダードラゴン100人討伐 RTA 第2回をね、やっていこうかなと思います。今回はこんな感じのメンバーでね、やっていこうかなと思うのでね、どうぞよろしくお願いします。ってことでね、早速ですが、じゃあやっていきますか。じゃあ、私のスタートと同時にね、やっていきますのでよろしくお願いします。いきます。じゃあ、せーの、スタート。はい、よろしくお願いします。まずはね、地上、もういる。とりあえず私も木を切っていきますかね。警告があって、今回のワールドね、結構ね、やりやすいワールドだと思います。チキチキで使ったワールドなんでね、普通にやってれば結構簡単にクリアできるような感じのね、ワールドなんでね。よし、とりあえずこれで木のやつが取れたので、とりあえず地下も送ろうかな。地下行って、鉄取ってきた人はね、リスポーン地点のすぐそこにマグマキューブじゃなくてマグマだまりがあるんで、そこにね、ポータルを作るようにお願いします。そこ、こことかね、こっち側にね、もうすでにねあるんでね、すぐそこに、ほら、あれない、こっちか、あれない、あれあれどこだっけ、これじゃなかった、多分これだよね。この2つでね、作れば多分ね、結構いい感じの場所に行けると思うんでね、この辺お願いします。高評価押してありがとうございます。高評価ボタンもね、ぜひまだ押してなかったらね、この動画には押さなくていいかな、別に。これ別に動画にして後でまたね、個別にアップするもんでね、そっちの方に、じゃあ、そっか、動画用にいっとこう。ということでね、高評価ボタンがまだの方は高評価ボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。OK。こうやって言っておくとね、動画でこの部分は必ず使うかなっていう感じで、すごい、早くもね、ごまさまさんが、拠点作りをしてますね。お疲れ様です。頑張ってください。そして砂漠が見つかりましたね。砂漠もこれ近くにあるんでね、結構いい感じにエンダーマン倒しがね、しやすいっていう感じですね。ただ、プレイヤーの周りにエンダーマンが湧かないので、その辺がね、ちょっと調整うまくしていかないと、お互いの場所でお互いのエンダーマンの湧き場所をね、消してしまうということになってしまうのでね、それだけがちょっとあれかなっていう感じかな。なんかいる、スケさん。スケさんがいるけども、ちょっと私は無視しますか？あそこに石炭がある。そんなもんか？なんか、鉄鉱石的なものってすぐ見つかんないかな？地下潜っていきますが、ここら辺からね。私は鉄鉱石を求めて、直下掘りでね、行こうかなと思います。これで鉄鉱石を出すのがね、私のその運の良さなんでね。鉄を取ったらね、上上がってきてね、ネザーポータルを作っちゃってください。それかもう私が作るか？鉄取ったら上まで戻ってきて、それを私が使って、もう作ってるわ。下手くそか。待って。2名ほど下手くそがおるよ。ま、この人もそんな上手いとは、私が一番上手いんじゃない？今、この中入ってる中で。ほら、見てこれ。私のいつもの、下手くそか。下手くそじゃないか、ちょっと。もっと簡単にね、やる方法あるからね。4マス上に上げて、下の辺掘って、で、10ってやるだけで OK だもんでね。なるほどね。なんか、ういういしい感じで作ってますね。エンダーパールもう送られてきてんだよね。早いよね。ネザーポータルを作りましたって言ってる。どこだ？あそこか。あそこだ。こっちに誰か作ってた。行ってる。私も行くか、じゃあ。さあ、てことで、ここに出てきましたね。みんな向こうの方に行ってるので、私はまた別方向から行こうかな。もうすでに下まで行ってるわ。そっか。エンダーパールは置いてきた方がいいんだでは？危ない。私は死ぬことはないと思うんで大丈夫です、きっと。そんな簡単に死ぬような人ではないので、ご安心ください。こっちないかな、これ。カイトさん見つけてる、早い。どこ？128の72のマイナス47。マイナス47だからこっちじゃないね、向こうだ。こっちからいける？こっちからいける？おう。いける？本当に。こっち？本当こっち？本当？こっち来て、的な感じ。こっちだ、すごい。もう道が作られてますね。素晴らしいですね。あった。オッケー。これですね。やった。ここから見つけて、スポナーはすぐ見つかってんのかな？どうしようかね。私見つけることできるかな？スポナー。これさ、あるんじゃない？これ右の方に。意外と近くにあったりとかしない？ででん。ねえ、
なるほどね。もっと埋まってるところがあればいいんだけどね。まあ、近くにはあるけどもっていう感じだね。もうちょっといいとこないかな。こっち方面がっつり走っていけばなんか、あ、うん、あ、あ、いる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 。ウィザースケルトンいる、ウィザースケルトン。オッケー、全然必要ないけどね、リザースキュートンはね。マグマクリームをしっかりね、倒していきましょう。で、右にこれいるんだよね。えい、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 やったーオッケー、素晴らしい。私が手に入れました。うわー、びっくりした。はい、私が死んだらね、屍をよろしくお願いします、皆さん。私も屍もね、しっかりね、送ってきてください。これって反対、うわー、なんかいる、また。ここにもいるじゃん。あ、密会してんじゃん、ちょっと。え？あ、よろしくお願いします、じゃあ。アイテム回収の方をね、よろしくお願いします。夜だから、エンダーマンを通し行こう。拠点周りにアイテムとか、倉庫とか、あ、これかな？これっぽいね。どうしようかな。これだけで足りないね。丸石とか、どこに置いてあるんだろう、丸石。丸石はない感じかな、丸石。じゃ、丸石掘ろうか、丸石。ツルハ、あーっと、びっくりした。直下掘りは対処しとかんとやばいでしょこれね。私なんか持ってきたっけ？2本しか持ってきないか。ちょ、一回死ぬかこれ。ちょ、一回死んだ方がいい気がしてきた。なんかこれね、アイテム誰かこれプレゼントするんで。あ、いない、誰もいない。誰もいない。もう、これ死んじゃうかな。誰かちょっと回収できる方、これお願いします。ここに私いるんでね。はい、オッケー。夜がもう終わっちゃったんで、エンダーマン倒そうかなと思ったけど、夜終わっちゃったもんで意味ないんだよね。ブレイズロッドとかって飛ばしてくる人いないかな？飛ばせる方はお願いします、ブレイズロッドね。そしたらもうそろそろ私、特定の方にね、入ろうかなと思うんでね。ブレイズロッド手に入れてる方、ブレイズロッド全然いない感じ？ネザーハン4人しかいないじゃん。ネザー班少なすぎじゃない？ちょっと私もネザー行くか。じゃあ道も整備されてるかな。ネザーの要塞整備されてればいいけどね。これかな、これでいいのかな、大丈夫、これ行けばいい。うん、明日か。おおおおお、道分かってる人助かる。こっちオッケーオッケー。で、あ、こっち、あ、あ、これじゃないの。あ、こっちなんだ。これじゃないんだね。壊しちゃった方がいいかもしれないね、今のね。おおおお、で、ネザーさん、そういうと増える。まあ、20人ぐらいはいてもいいかもしれないからね。こっち？おぉ。まあ、本当に遠くはないもんね。確か。遠くないところにあった気がする。あ、こっちですか？オッケー、ありがとうございます。助かる。じゃあ、私もね、ネザー要塞に行ってね、なんか撃たれてる、ブレイズロッドをね、ゲットしようかなと思います。これでいいのかな？これ？めっちゃ行ったり来たりしてる。グワングワンしてるね。お？お？え？戻ってきた的な感じ？あれ？待って、あ、さっきの人会ってた？本当に。あ、これか、これか。さっきの人さ、多分、遠回りしたんじゃない？上から来てる人いっぱいいたもん、今。そろそろ上から来たからね。うん。あ、つか、こんなにいるんだったら私戻るわ。いらないよね、多分ね。よし、じゃあね、作りますか。ポイってやって、これで、ポイってやって。じゃあ、特定班5人ぐらいついでに私の後についてきてもらえるといいですかね。私が万が一死んだ時に、回収する係ですね。特定班、じゃあね、ちょっと何人か、この辺、よろしくお願いします。じゃあ、行きますね、それじゃあ。よいしょ。あ、こっちですね。じゃあ、こっち方面に進みましょう。結構遠かったんだよね。だから、だいぶ行ってから2個目をやった方がいいんだよね。誰かさ、食べ物持ってますか？食べ物。私に食べ物を恵んでください。誰か持ってたら場合、私ちょっと走った方がいいと思うんでね。違うね。食べれないね、これね。誰か食べ物持ってる。あ、肉、ありがとう。もちろん。じゃあ、丸石いらない。丸石いらない。待って。怖い。匠大丈夫？ありがとう。あ、じゃあ、待って。みんな集まんないで。ほら、死んじゃう。よし、じゃあ、黙って俺についてこい。私がね、ネザー要塞を、エンド要塞をね、特定しますんで、皆さん、走ってついてきてください、それじゃあ。私、肉あるから走るからね。これ、行ってる最中夜来るな。どうしよう、一回ここでエンダーマンと戦っておく？エンダーパール集めますか？エンダーアイか？エンダーアイ集める作業しようか、ここで。みんな装備すっげえな。ダイヤフル装備とか、この短時間でよく作れたね。やばいね。私も頑張るんでね。丸石とかいっぱい手に入ったんで。そうだね。そういう風にもう最初から作っておくといいかもしんないね。私も作ろうか、じゃあ。よいしょ。こんな感じで私も
ね、準備しておきますこういう感じでみんな準備しておけばね、ここをねみんなが使えばいいんでね。多分今何人だ、10人いない感じでしょ。少数精鋭になってるんでね、多分エンダーマンが湧きづらくなるとかはないと思うんでね、こんなに同じ場所に作る必要なかったね、考えたらねもっとバラバラに作らんと考えたね。ここら辺にも1個作っておきますかね。よいしょ、こうして、ほいほい、今からねエンダーパール集めをねしていきます。エンダーマン見かけたらこういうアンチに帰ってきて戦うっていう感じのことをすることによって安全にねエンダーマンと戦うことができるという、そういう感じですね。スケさんとかも出てくるんで、スケさんとか対するアンチにはなってないから、それがちょっと怖いかなっていう感じはしますけどもね。私フチ持ってないか、ヒューチー持ってればね、匠とかは爆発させちゃってください。そうするとね、あの新しい敵が湧きやすくなり、あはちょっ全然こっち向かないんだけど、なんだこいつ、全然こっち向かないんだけど、え、なにこれ、え、あ、あ、来た来た来た、あ、あ、私か、本当に私じゃないしなんでなんで、私の方はなんでなんでなんで、ヘイ、よし、ナイスです。なんか今私の方無視されたね。私ひょっとして無視される系なって感じになってる感じ、これモンスターに全てラグかな。まあラグだよね、普通に考えたらね。あとは最後の最後、あ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 、やばいやばい。